長ョー・ゲオは、李氏朝鮮末期から、大韓帝国期の政治家。現在の大韓民国では、日野と羊七族、公術国族及び新日派の一人とされている。ハンスンの小論派ヤンバンの家に生まれる。幼少期から儒教を学び、高所4年12月に、聖金館中学東西に入学し、立ち学ぶ受精として2年間学んだ。高所六年に初見に合格し、 天井に昇進した後は、高所9年10月から西北辺海調査委員に任命され、シベリア、満州、外、蒙モコ等の地を調査した。高所11年に帰国した後は、聖金館に戻り来た棒南海論を主張したが、反日勢力である李教敏氏の弾劾を受けて、全羅道法上に流廃された。高所16年に特赦されてからは、再び聖金館に戻った。 高所20年に日清戦争が勃発する直前に、李銀の随行員として日本へ渡った後に外務我門の賛議となり、この頃から日本と親密な関係を築くようになる。開国504年の木の戸羊事変の際は、法部刑事局長として、便費を廃費とするなどの事後処理に当たった。兼用元年の露館派戦により、2年後の後部2年に、 近光州内閣が崩壊すると、職責を奪われ、日本での亡命を余儀なくされた。その間、近代的な農業技術を日本人技術者から伝授され、政治学と法律学を学んだ後、三つ竹10年8月に特赦されて帰国した。後部10年10月には、東間不食卓に任命され、農事問題を担当した後は、 三竹武十一年五月に、李寛洋内閣の法部大臣に任命されると同時に、刑法改定総裁も務めた。また、同年七月二十四日に行われた第三次、日韓協約の締結に尽力したことから、八月には、君二党大局長を授与され、政府多な試験大部に承認した。劉博氏二年五月には、農商工部大臣に任ぜられ、樹一品、高市政大部と、 宮中経営監督も兼任した。劉広氏4年8月には大君入り課題受賞を授与され、日韓併合条約の締結にも大きく貢献した。この項により、同年10月16日には朝鮮貴族として死者区に列せられ、朝鮮総督府中枢院の顧問を務めた。2002年に民族の世紀を立てる国会議員の集いが、 幸福会と共に発表した新日派708人名簿と2005年に民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿において選定された。また2006年に日本統治時代初期の新日反民族行為106人名簿が発表された際にも選定された。2007年に 新日反民族行為者財産調査委員会は、蝶茂王の財産を国家に官を収むすることに決めたが、子孫たちがこれを不服として訴訟を起こした。異界勲章等、ありがとうございます。